イ本智明は、日本の統計学者。学位は博士。静岡県立大学経営情報学部助教。大学院経営情報イノベーション研究科助教。統計数理、研究所リスク解析戦略研究センター特任、助教などを歴任した。統計科学や環境統計を専攻する統計学者である。確率分布の研究や、 降雨に起因する地滑りの発生予測を研究していた。更新の育成にも努めており、統計数理研究所、静岡県立大学などの教育、研究機関に在籍した。1986年9月に生まれた。慶応義塾が設置、運営する慶応義塾大学に進学し、理工学部の数理科学科にて学んだ。2009年3月、慶応義塾大学を卒業した。 それに伴い、学士の学位を取得した。そのまま、慶応義塾大学の大学院に進学し、理工学研究科の基礎理工学専攻にて学んだ。2011年3月、慶応義塾大学の大学院における前期、博士課程を修了した。それに伴い、修士の学位を取得した。2014年3月、慶応義塾大学の大学院における、 後期博士課程を修了し博士の学位を取得した。大学院修了後、大学共同利用機関法人である情報、システム研究機構が設置、運営する統計数理研究所に採用され、2014年4月にリスク解析戦略研究センターの特任研究員に就任した。同年八月、統計数理研究所のリスク解析戦略研究センターにて、 職人助教に就任した2016年4月、県と同盟の公立大学法人が設置、運営する静岡県立大学に採用され、経営情報学部の助教に就任した。経営情報学部においては、主として経営情報学科の講義に携わった。また、大学院においても、経営情報イノベーション研究科の助教を、兼務することになった。 経営情報イノベーション研究科においては、主として経営情報イノベーション専攻の講義に携わった。専門は統計学であり、特に統計科学、環境統計などの分野を研究していた。具体的には、確率分布の同質とその応用について研究していた。また、降雨による地滑りの発生を予測しようと研究していた。ありがとうございます。